はい、こんにちは。はい、四栄天皇陵でございます。今日は大将うろうろしてます。四栄天皇は美達天皇のお子さんでございましてね、在位期間が非常に短かったということで、この後は大変だったみたいですけどね。除名天皇、水郷天皇とつながるのかな。次は陵としてどれくらいありますかね。奥行きが70〜80m、幅はどんなんや。もう幅かなりあるな、あの向こうやから。これ山見えんの、マウントは。ああ、見えるね。豊富だな、真ん中から。真ん中にマウントがあると豊富でございます。これもやっぱり大きな石、石棺入ってんかね。ああ、天皇陵は見れんからね。天皇陵で受賞されとるやつはね、全く石棺なんか見れないね。市町村がね、管理してるとこは十分なっとるから大概入れるんやけどね。だけどこの石垣、あの四角いの使ったということは、あれなんだろうね。あ、何でも使ってんだよ。ブロックかなんか何でも使ってんだよ、ここ。はい、ここで歩いてみましょう。何でも使ってんですよ、これは。もう雨が降り出しましたね、完全に。何の音だ？飛行機か。100m ぐらいあるね、これ。幅の方が広いかね、これ。はい、ありがとうございます。あれ、看板がなくなってるとこどうしたんだ？あら、こんな看板がなくなって初めて見ましたわ。どうしましたか、看板。これや、こんな風になって、普通になってんだけどね。そんな古かったか、この看板。お札板は清掃作業中につき、取り外しております。ああ、取り外してんの。ああ、そうですか。はい、わかりました。盗難にあったと思ってびっくりするやんか。はい、わかりました。今ちょっとね、珍しいです、こんなね、看板が取られて。本当に珍しいです。今、清掃作業中でございます、看板ね。はい。これはずーっとぐるり回れますよね。豊富やからね。一回くるーっと回ることができます。はい、ありがとうございます。こんな一遍回ってみましょうか。これ珍しいね、これ。こんなこと回らないからね。ずいぶんな、あの、天皇陵もあったけど、初めてです。看板がないんでございますから、びっくりしましたよ。これ、ここからね、ずっと歩けますね。せっかくでございますから、一回くるっと回って帰りましょうかね。雨の中。今日は昼から雨言ったけどね、まだ昼前だけどね、雨降り出しました。もう横はね、住宅街ですから。どうも前回ったのと違うんだけどね。前はこの上回ったんだけどね。上上がられへん、上がられへんの、こう。もう前はここ上上がってんだけどね。どういうことよ、これ。ここからマウントが見えんかね。はあ、見えるね、高い山が。そうだ、これも、これ歩いてます、前。ちょっと今のおかしかったね。なんでやろう。ああ、入り口が閉めてあったんか。随分木がね、大きくなったんで、中がね、ちょっと覗けるようになりましたわ。前広かったんで、やぶになってたんでね。それもまだ見えんか。もうちょっと大きくなるとね、マウンド見えるんやろうけど。ああ、みんなここから上がってきてるな。ここから上がってますわ。これ、行かれへんもんな。ほら、ここも、ここも上がってきてる。まあ、まあ、分かってますよ。入ったかもしれない。これは、飛鳥のね、飛鳥の一部隊古墳と同じような感じのね、古墳だそうですけど。まあ、開港するんやったら反対側よね。これが北側になるからね、ちょうど反対側です。反対側ちょっと見なかったね。ちょっと待てよ。
やっぱりなんかおかしいね。わし前どこ歩いたんだろうね。意味わかってたよ。ただ間は歩いとるだけじゃ感じだろうな。こんなね、ただ真ん中ただ歩いとるだけやろうな。これがね、これたまらず面白いんだけどね。ただ歩いとるだけやんか見てね思うやろうけど、これ面白いんですよ。なんか回るのね。はい、一周回ってみましたけどね。ちょっとなんかようルートわからなかった。豆が本降りでございますね。そしたらね、あとはね、最低限はもう一軒回ってて、石積みに回らなかったんでね。はい、ありがとうございました。陽明天皇陵でございました。